店舗はずっとこちらで、そうですね、はい、もうどれぐらいなんですか。もうすぐで3年目です、ね、あ、3年目、はい、あ、なんかインスタのプロフィール欄にも東洋って書いてありました。あ、そうですね、はい、中国とかアジア系がメインに扱われているんです、はい、僕までにせよ、はい、はい、ああ、そうですか。ちょっと前にインスタでオフケロな器されてましたね。はい、はい、輪郭のやつですか、ね、あ、輪郭の、はい、はい、もうすぐ売れてましたね。あ、そうですね。あれすごく気になってたんですけど。本当ですか、ありがとうございます。料理人さんですか、買われたの。いや、もう完全にコレクターさんですね。コレクターさん、はい。あ、そうですか。結構幅広く集められてる方みたいで。あ、そうなんですか、はい、よく知ってる人ですね。あ、これは2歳、あ、これ3歳というんですかね、これは。あ、両3歳。あ、両3歳。3歳っていうのは、当時代の当3歳が有名なんですけど、はい、はい、まあ、その後の時代の方ですね。当の後が両、両、両ですか。厳密に言うとちょっといろいろあるんですけど、はい、まあ、大まかに言ってしまえば、当の後にできたという。ああ、そうですか。立体的ですごいですね。なかなか珍しいものなんですよ。すごいですね。これは竜ではない。あ、一応竜なんです、ね、あ、竜ですか、はい、性外反を結構細かく、うん、そうですね。なんで、まあ、本にはこう、竜と思う竜に波動の塔で、はい、何の塔？波動って言って、あの、まあ、言ったら波みたいな。波。ああ、そうですか。ちょっと当時代の洗面座って感じよりは。はい。当時はやっぱり使ってたんですかね。副葬品かもしれないですね。まあ、似たようなものを使ってたとは思うんですけど、はいはい、まあ、実用的ではないんでね、どっちかというとその脆いじゃないですか、はいはいはい、あと、まあ、口作りなんかも細すぎて水注ぐにはちょっと向いてないような気もする。ああ、そうですね、はい、すごい細いですね。そうなんですよ、全体の大きさに比べるとね、そうですね。ね、ああ、死後の世界でも使えるような。そうそうですね、お墓から出てくる。あ、そうですね。向こうの、あの、まあ、出土ですね。はいはい。まあ、墓室みたいな、割とね、広い空間みたいなんですけど、はい、そこにこう安置されてるっていう。ああ、そうなんですか、はい、これはどこの焼き物ですか。これはあの金重東洋。あ、そうですか。人間国宝の方ですね。あ、そうです、そうです。備前焼きの。あ、そうですね。ひらがなのとの印が入ってるんで。あ、どこに、そこですか。そこですね。あ、そこですか。あ、ひらがなの塔。あ、そうなんですよ。ちょっと、あの、少ない、短い時間の目らしいんですけど。あ、そうなんですか。はい、昭和26年ぐらいかな。なんかその辺の、で使われてたみたいです。へえ。結構その辺の時代って、魯山人とも交流してたんですけど。あ、そうなんですか。はい、その結構作品にこう作為が出てるんで、はい、まあ、そういう影響もあったのかもしれないなと思いますね。
これはどちらですか？これは初期伊万里です。あ、初期伊万里。はい、まあ、珍しい丸柄。初期伊万里でここ。あ、そうですか。形もちょっと手が凝ってますね。そうですね、型で作ってますね。あ、型で作ってる。はい、最初ろくろで作ってから型で。はい、ちゃんと好みかもしれないです。今まで見てきた初期伊万里とはちょっと全然僕の中ではイメージが違うんですけど、意外と変わったのもあるやなと思いますね。はい、ですね。完成度というかね、やっぱそういうのはすごいんですけど。あ、これは生掛けじゃなくて。あ、そうですそうです。あ、素焼きしてから色をかけてるから、はいはい、均一で完成度が高いんですよね。ムラがないってことですね。はい、時代的にはこれとこれでどれぐらい違うんですか？そうですね、50年前後、ね、50年ぐらい変わってくるんですか？はい、確かに綺麗ですね。うん、そうなんですよ。まあこれをいいとするか、こっちのこのちょっとムラがあるのを味があっていいとするかっていうのは、まあ好みの問題、ね。好みの問題ですね。綺麗な人がものがいいのはこっちの方が好みでしょうし、はいはい、まあ陶器とかね、唐津とかが好きな人はやっぱり初期マリの方が好まれる方多いと思いますね。はい、この箱もこれ当時の名前ですか？もしかして。かもしれないですね。かなり古いですね。かなり古いですね。このまんま流通してるのかもしれないですね。流通というか。10人、実際今は何脚入ってるんですか？6脚ですね。6脚、はい。10人前とかですね。他はもうちょっとこう傷でこうリタイアしていった感じ。これどこの国の？これはね、パキスタンの。パキスタン。はい、ガンダーラ地方から出るものですよ。3世紀から4世紀の。3世紀から4世紀。はい。1500、600年前ですか。そうですね。かなり古いですね。これ石像なんですか？石ですね。石ですか？はい。はい、ベリーフの一部ですよね。仏教系の施設の、はいはい、ああ一部、はい、おそらくはお釈迦さんの元で修行されている三人かなと思います。はいはい、これどちらですか？これはあの朝鮮の。あ、朝鮮。はい。まあ、おそらく高麗の初期ぐらいだと思います。高麗の初期。はい。ちょっとね、UF が垂れて焦げてるのがデザインとして面白い。そうですね。はい。
教系の器を模したものやと思いますね。水瓶。水瓶。はい、本来は銅器で作られるものやと思うんですけど、はいはい、まあ、それを焼き物で模したというか。これは伊万里ですか？これはね、中国細目付けです、ね、あ、細目なんですか、これ、はい、細目ですか。へえ、この編み目も手書き感が満載ですね。あ、そうですね。へえ、こっちの方がオリジナルですよね。ああ、なるほど、はい、編み目っていつも見てると本当にこう狂いなく寸分に描かれているのをよく見ますけど、これはもうなんかちょっと、あ、そうですね、はい、ね、なんかちょっと手書き感が、うん、なんとなくね、勢いが違うんですよね。ああ、そうですね、多少の誤差は、はい、多めに見てね、感が出てますよね、はい、それがいいですね。線がいいんですよね。細めでこの文様があるんですね。あ、そうです。ここから来ていますね。あ、そうですか。これちょっとだけ直してあるんですね。あ、ね、これどうなってるんだ。虫食いやと思います。あ、これ虫食い。口のやつですか、ね。はい。はい。数を作ったものやと思うんですけど、はい、それがはぐれたって感じですね。あ、なんか祭事とかには一切出たらないんですか？そうですね、今は出てないですね。ああ、そうですか。まあ、1年以上前に、メジロコレクションとかは出させてもらったんですけど、はい、あ、メジロコレクション、はい、いつか行ってみたいなとか、ね、楽しいですけどね。あ、これは何ですか、用途は？あ、これは一応風呂ですかね。あ、そうですか、はい、厚み入れて入れます。リチョウで珍しいものですね。あ、リチョウ、はい、これは牡蠣ですか？あ、それは、はい、花入れですね。もともとは薬入れてたものですけど。薬？はい。日本のものじゃないんですか？あ、違いますね。スペインかイタリアのものですね。あ、そうですか。吹き積みのモダンな。そうですね。これ何ですかね。これはね、古墳の鏡です、ね。鏡。はい。何の鏡？古墳時代の鏡。あ、古墳時代。はい。和鏡って言いますね。和の国の和に。はい。鏡
鏡で和経。和経ですね、はい。和風の和に鏡で和経っていうのもあるんですけど、ちょっと意味合いが変わってくるんで。ああ。はい。時代が違うんですよ。和経、あの和の国の和の鏡。和の国の和の鏡。はい、下ちょっと面取りみたいになってるんですか。あ、そうなんですよ。で口にも段を設けてね。ああ、本当ですね。はい。これどこですか、これは。これ理長ですね。あ、理長。はい。五本茶碗。五本茶碗。はい。何を意味してるんですか、五本。五本っていうのは。まあ、五章の五に本って書いて五本なんですけど、はいはい、まあ、あの日本の茶人が注文してるんですよ。米を元に焼いてくれという、はい、その、まあ、その意味合いで五本、五本、五本を元にしてるから五本茶碗。何か元になったものがあるんですね。あ、そうですね。注文の、まあ、おそらくこう紙に書いて、あの渡してるんだと思うんですよ。こういうやつを作ってくれという。はい。確かそれを五本っていう言ったのかなと思うんですけど。あ、それ、ああ、なるほど。はい、これはもう初期でいいんですか。あ、そうですね。渓流山のハケメの杯。ハケメ。渓流山。はい。でどこですか。渓流山。ね、どこだろう。渓流山。同じハケメでもちょっと産地が違うんですよね。あ、そうなんですか。はい。形がいいですね。おおらかですよね。そうですね。昔の杯って大きいですね。そうですね。ちょっとこれは大ぶりになるんで、はい、まあ、旅茶碗なんかでもいいと思います、ね。あ、この真ん中のは、これはね、安南の杯です。あ、安南。はい。そうなんですね。この色は珍しいですね。そうね、安南っていうイメージはちょっと僕には分からなくて、そうですか。大体鉄絵か、まあ鉄絵って言ってもちょっとグレーっぽい生地に、はい、まあ鉄絵か、あるいは染め付けかっていう。そうですね。はい。こういう飴色したね、岩色というか、この色合いはなかなかないと思いますね。これ、見込みには何が、花ですね。花ですね、はい。これはね、典型的な花なんですよ、安南の。ああ、そうですか。はい。で、この三つ目は、これはね、あの初期伊万里。初期伊万里ですか。はい。唐津の釉薬をかけてるんですよね。ですね。なんかそっち系かなと思ったら、はい、なんで初期までなんですね。と過渡期の方ですね。ああ、そうですか。一般的にこの大ぶりな杯って初期までにはほぼないんですけど、はい、唐津は割と焼いてるんですね。ああ、そうなんですね。
この盆はどちらのですか？これはね、あの和型盆って言いまして、はい、あの幻の盆って言われてるんですけど、ね、今はもう、はい、あの和型に村っていう村があって、そこで作ってたんですけど、はい、もうダムの底に沈んじゃってるんですよ。あ、その村が。はい、そうです。あ、そうなんですか。独特のデザイン。どこの県かをご存じですか？石川の。あ、そっち方面ですか。ダムで沈んだんですか？はい、加賀市の方やったと思うんですけど、ね。ああ、そうですか。これ一つの木からくり抜いてるんですか？そうですね、はい。くり抜きですね。山中温泉に近い山間部に位置してるみたいです。ああ、そうなんですね。これ綺麗ですね。あ、はい、なかなかいいね。ルイの色がすごい綺麗ですね。全然わからないです。全然わからないです。まあ、ないもんですからね。やっぱりわかんないと思います。虫食いとかもないんですか？そうですね。現状ないんですけど、あの、多分口紅を塗ってるんですよ。あ、はいはい。で、ちょっとほつれたようなところは、ちょっと削ってこう菌を巻いてるんですよ。あ、なるほど。ちょっとね、そういう細めらしい虫食いとか、はい、全然わからないな。もうそこを見ると、あ、そうですか。もう